了解だ。頭だ。やったな。おうともよ。対岸まで乗せてってくれねえか。そりゃ構わんが、あんたの鎖骨とはそれ本物か。十字架が色あせてきたんで、手近なものでちょいと塗り直したのさ。なんか問題でもあるか。ああいやいや、そんなことはない。気にしないでくれ。じゃあ次の目的地はシリアだ。ああ、道案内を頼めるか。もうここに用はねえしな。予定は空いてるぜ。同人生活です。ということで、カーストクルセイド続きからやっていきたいと思います。なんかあいつと戦うのかと思ったら逃亡し、死んでしまったね。殺されると、もはやコンスタンティノープルを守る者は誰もいなかった。逆上した十字軍戦士たちはその邪悪な心が満たされるまで略奪や焼き打ち、虐殺を行った。町は3日にわたって荒らされ、貴重な美術品やかけがえのない書物が大量に失われた。十字軍の残虐行為はとどまるところを知らず、彼らは聖杯にワインを満たし、酔ってはさらに暴れた。アヤソフィア大聖堂の祭壇は破壊され、装飾は盗まれた。教会からは聖なる壺が奪われ、削り取られた金銀がラバの背中に積み込まれた。彼らは欲望の虜だった。彼らはクリスチャンの年では争わないことや、サラセン人以外に武器を向けないことを福音書に誓っていたが、その誓いは彼らの野蛮な行為の一つ一つによって汚されていった。すでに十字軍の存在自体が欲望の道具と化し、政治的に利用されていた。こうして十字軍は神なき軍団となり、無実の人々の血が流れた。コンスタンティノープルは占領したものの、エルサレムへの旅を続けることはもはや不可能であり、望まれてもいなかった。そしてモンフェラ公ボニファスが何らかの理由により姿を消したため、1204年5月16日フランドル伯ボールワンが皇帝の座に着いた。新皇帝はベネツィアとの合意を尊重し、彼らに帝国の8分の3を分け与えた。一方、混乱と不正が渦巻く都を後にしたデンズとエステバンはボスポラス海峡を渡ってシリアへと向かった。この地を旅したことのあるエステバンの案内で、デンズは未知の土地へと足を踏み入れていった。彼らの目的地はこの物語が始まったまさにその場所、クラック・デ・シュバリエであった。デンズの旅は未だ終わらず、私もまだ知らぬ歴史の1ページが今開かれようとしていた。はい、ということで、なんか喋ってたら妨害されましたけどまあいいでしょう。まだ旅は長いのかな。でも結構やってきたよね。パート数も結構いい感じになってきたから、そろそろ終わってほしいんだけどねさあどうなることやら。あれがフラックでシュバリエだ。ああ、エンプル騎士のご先祖が建てた砦でさ、サラディンですら攻め落とすことができなかったんだぜ。だろうな、なんと巨大な。父はここにいるだろうか。確かめる方法は一つだ。待て、何かが強い邪悪な気配を感じる。またお前の例の感覚か。そいつは悪いサインだな。我らはお前たちを殺すために召喚され、死ぬがいい。なんだこのゾンビ兵士みたいな。
レンズ。見てみろ。まるで地獄から出てきたみてえな姿をしてやがる。ね、多分地獄から出てきた、あの一回殺したテンプル騎士団なんだろうね。なんてことだ。こいつら復活しやがった。あんだけ痛めつけてやったのにまだ足りないってか。大丈夫かな、これ悪魔の力使える。あ、ここは大丈夫なんだ。どうしようかな。帝国軍のメイス、こっちになんかいないか。いそうな気がするぞ。なんかこれ下にあるでしょ絶対。絶対あるでしょ。なんかだってこんなところ、うわ。どうせだったらこっから始められよ。まあいいけどね。なんもないのか。移動できる割にはって感じだな。あ、じゃあとりあえず戻りますか。でも両手剣が結構いたんだな。おっと、よし、 OK。 とりあえずこれを開けて、待って、でまずこいつをのめして、その後こいつを燃やす、そして戻る。危ない、ちょっと食らってた、だいぶ食らってた。まずいな、あんまりよろしくないぞ。食らい方があんまりよろしくない感じになってるぞ。よし、 OK、 お前も死ね。ちょっと悪魔の力使おう。よし、 OK、武器落ちてないかな。あ、メイス。あ、ちょっと待って、これメイスはあれ、あ、両手剣になってる。まあいいや、ちょっともうこいつを、あ、こいつ両手剣持ってない。よし、ちょっとこいつから奪おう。略奪しよう、 略奪。ガードがうざいな。略奪しよう。よこせ、お前のその剣をよこせ、早くよこせ、いいからよこせ。よし、 OK。 副従者の大剣、なんかすごい名前の剣だな。ちょっと待って、なんかここら辺にいたっしょ。いたいた、 OK。 えエステバンをいじめるな。オッケー、どうしようかな。メイス、ダブルメイスでいける。いや、メイスがもう片方ないからいいや。やめろ、悪魔の力を思い知れ。とりあえずこの両手剣でバコバコにしていくぜ。すごい、もう鎧がマックスだなこの人たち。三日月斧か、両手斧も使っても別にいいんだけどね。お、うわー、戻ってきたわ。戻ってきちゃったわ。どうしよう、じゃあちょっと斧を使ってみようかな。これ使ってみよう、どんな感じになるんだろう。おっと、貴様、貴様らどうなんだこれ、強いのか。強いのかって言われるとなんかちょっと微妙な感じもするけど、まあいいや。よし、何もいないね。あ、いた。ちょっとこいつを燃やして戻る。一瞬ですごい食らうな。もう宝箱をもらって、よし、どうなんだろうなこの斧は、強いのかどうかマジわかんねえ。リーチは長いっぽいけどな。
ちょ、やめろ、やめてください。ちょっとやっぱ剣の方が使いやすいな。うわあ、それは死ぬわ。あれ、よし。ああ、でもまあ慣れてないからちょっと使いにくいのかな。おい、ちょっとどっか消えたぞ。それは困る。今砕けられるのはちょっと困るわ。おお、なんだなんだ、急にどうした。ほら、燃えろ燃えろ。よし、浄化浄化。まだなんかいるのか。なんだなんだ。いやー、でも体力マックスになったのにあっという間に削られちゃったな。かわいそう。おお、あ、でもなんか案外バチュバチュっていけるな。よし、オッケー。これもなんかほんと使い方、いや、でもなんか結構大振りだからな、大振りだからちょっと1対1になんないとちょっと辛いかもしれないね。よし、オッケー。1対1だと結構な確率で猛威を振るうからいい感じの武器かとは思うけど、まあでもやっぱ両手剣が一番使いやすいなっていう感じはしちゃうよね。これはどうだ。ああ、こっちにした方がいいか。結構敵にね攻撃させちゃうと武器は消耗しちゃうから、よし、殺せ。 OK、 地獄にお帰り願おう。こっちになんかありそうだな。あった、亡霊もいるでしょ多分。邪魔だよ。亡霊いた。よし、亡霊撃破で燃やして、よし、すぐ戻る。めんどくせえな、この謎のダメージ食らってくシステムがうざい。死ね死ね死ね、地獄のテンプル騎士団、地獄に地獄に戻してやるぜ。おらおら、地獄に戻れ、地獄に戻れ。結構つばぜり合うな。地獄に戻れ、さっさと地獄に戻れ。ちょっと待って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 、ちょっとお待ち、ちょっと待って、もうこれにしよう。そして悪魔の力を使う。そう、戻れないんですけど、戻れないんですけど、ちょ、うざい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 。お前調子乗んなよ。よし、征服者の体験。よし、オッケー。とりあえず殺した、これでオッケーだろう。あぶね、もういろいろ減ったわ。これちょっと回復しないと、もう何もねえじゃん。足にちょっと残ってるぐらいだわ。やばいわこれ。また来た、また来た、謎のこのターン、亡霊パラダイス。あ、こいつあれか、やめろ。今俺はもう普通に食らうんだから。防具がなくなってしまったのよ私は。宝箱、おー、いっぱい来た。勘弁してくれ、地獄のテンプル騎士団、勘弁してくれ。まだちょっと奥の2人はね動いてほしくないな。ちょっとまだ待機でいいよ。
まだ待機モードでいいです。やめてくれ、やめろ、地獄に帰れ。あ、これいいね。ほら、どんどん湧いてくるな、本当に。やばい、ちょっとこれ以上体力を減らされるわけには。うわー、減らされた。ほんと、一応ね、イージーなのを確認したんですけど、いや、それでも強いね、こいつら。強いっていうか、多勢に無勢なんだよな。いっぱい敵が出てくれば、面白かろうのせいで、多勢に無勢なんですよね。これもう結構傷んだでしょ。しばらくは持つ？だいぶやばいな、でも。それにしても。あ、でもなんかここら辺にいそうだな。いないか。まあ、さっさと進んでいきますか。なんかいるぞ。まず一人ずつ、おい、なんかめっちゃ奥に控えてるんだけど。このゲームさ、チェックポイントがさ、ほぼないから、マジ死んだら最初からとかいう、マジ鬼畜だからさ、ほんとほんと嫌だわ。不親切すぎる。さ、離れて、ある程度回復しない。マジ一人ずつ来て、ほんとに騎士道的に戦おう。よし、戻って、エステバンがある程度の相手をしてくれるから、俺はそこからあぶれてきたやつの相手をしよう。よし、お前だ、お前の相手は俺がする。よし、オッケー。で、悪魔の力が回復したらエステバンをちょっと助ける。よし、オッケー、これにしよう。ほらほらほら、お前そのエクスカリバーよこせ。あー、微妙だな、微妙だけどこっちにしよう。何もいないな。あ、なんか十字架あるぞ、どっかに十字架あるぞ。あった、よし、 OK。 この十字架は死神が魂を集めるために建てたに違いない。なら俺たちは運が、そういうこと。奴が自ら出向くのを待てばいいんだからな。そういえばラスボス死神なのかな。どうだかな。よしよしよし、とりあえずエステバンに ある程度の相手をしてもらって、あぶれてるやつを殺していく。オッケー、燃やされてるぞこいつ。これだったらさ、ずっとオール地獄でもよかったと思うんだけど。まあこいつらが地獄から湧いてきちゃったよっていうあれなんだろうけどね。さすがエステバンだぜ。痛い痛い痛いっす。ちょっとマジ勘弁だわ。ちょっとエステバン、ちょっと頼んだ、自己修復しないとこれ。よし、オッケー。ある程度敵から離れると、なんかよくわかんない謎の力で回復できると。大剣ないかな。大剣ないな。ちょっとこれにしとくか。ちょっと壊れそうだしな。わあ、また来た。まあ、こいつら燃やせばいいだけだから。しかもアンリミテッドだからね、もう猛威を震えますよ、地獄の炎の。あと2体か。あ、戻れない、終わった。あれ、ああ進めなかったのか。なんだなんだこいつ、一人だけ隠れてやがった。よし、暗い。
OK。 そしてね、ちょっとトイレに行きたいんでね、トイレ行きますわ。はい、ということで戻ってまいりました。申し訳ない。たまにね、ちょっとおトイレに行きたくなっちゃう時はやっぱりある。人間だからそういうのある。よし、両手剣落とせ。消えたー、消えてない。あー、やめろやめろやめろ、ちょ地味に当ててくんのやめて。ちょ、やめろやめろ、危ないって。そういうことされたら俺死ぬからさ。こっちにしよう。多分敵いないはずだから回復すると思うんだけど。よし、穴開いてるけど落ちないんですかね。ボロボロじゃん。これ上はいけんのか。上はいけるけど全く意味ないな。エステバン、邪魔でござるよ。ごめんごめん、エステバン。でもしょうがないしょうがない、これはしょうがない。これはしょうがない、しょうがないところやっぱあるわ。悪霊がいないぞ。なんもないな。宝箱もないな。なんだこれ。こっち行きゃいいのか。おっと、やめろお前ら本当に。さ、こっち来い。一人ずつ相手だ、一人ずつ。危ない、そんな追っかけてこないで。まあでもエステバンがいるからある程度は死んでしまってもなんとかなる的なところはあるけど。よし、オッケー。まだしばらくは持つだろ。だいぶ摩耗したな。あって、本当にさ、武器マスターって意味あんのってぐらい摩耗するな、これ。あれ、悪霊がいないぞ。宝箱も見当たんねえし。あった、これ最後か。 OK、 そこら辺から多分ポッと出てくるでしょ、誰か。またまた、このもう自動的に悪霊は全部倒せる予定なのね、予定調和なのね、これ。そして燃えろ、おしまい。予定調和って。よし、もう倒したぞ。もうそろそろチェックポイント来てくれてもいいんじゃないかな。一人ずつ一人ずつ。よし、オッケー。地味に事細かに回復していかないと。無理か、ちょっと敵は近いか。いけた。チェックポイントなさすぎでしょこれ。こんだけ長いんだからチェックポイントの一つぐらいあったっていいだろ。なんなんだよ本当に。死ぬと編集が大変なんだぞ。あと戻ってくるの、戻しも大変なんだぞこれ。よし、2人来たか。よし、 OK。 とりあえずエステバン1人で戦おうとしちゃダメだね。よし、 OK、 ナイスエステバン。欠けている部分があるな。欠けている部分があるな。ジャンドゥベール、 パピーを探せばいいのね、これ。まだいっぱいいるな。もういいでしょ。チェックポイント入ってももういいでしょ。何なんだよこれ。めちゃくちゃチェックポイントまでが遠いな、道のりが。おいおい、言い過ぎだろこれ。おい、ふざけんの。ちょっと何なのこれ、何なのこれ。多勢に無勢だろこれ。どういうことじゃ。危ねえ、
結構使うな。あぶねえ。エステバンすまん、ちょっと一回引くわ。あの周囲攻撃はちょっとダメだな、やったらあかんな。この1ゲージで使うと多分死ぬことになるわ。本当に命を燃やしてる。本当に命を燃やした攻撃だな。わーい、なんかいっぱい出てきちゃってんじゃん。エスバン大丈夫か。よし、オッケー。一人ずつな、相手一人ずつだからな。一人か。おお、ちゃんと一人できたな。聞き分けのいい子は好きだぞ。よし、でこれで殺して、エステバン強えな。よーし、オッケー。俺が弱いだけか。俺が卑怯で弱いだけか。やめろやめろ、オッケー。よーしよーしよし、オッケー。やべ、食らってしまった。よーし、オッケー、ナイスエステバン。礼拝堂があるぞ。さっきから感じていた邪悪な気配の出所はあそこに違いない。本当に中に入る礼拝堂。やっぱ引き返してる。急に何言ってんのこいつ。なんてわけにもいかねえか。そうだよ、ここまで来てね。おい、こいつ生きてるぞ。こいつも悪魔なのか。いや、おそらく彼は地獄の入り口を開けるための生贄として使われているんだ。すぐに封印しなくては。彼を清めるんだ。ああ、この道こいつは助からんだろうしな。急ぐぞ、エステバン。地獄の侵食によってこの場所は汚されてしまっている。まあそれはどうでもいいんだけどさ、座って、追っかけてくるのやめよ。あ、もうこれ悪魔モードなんだ。どうやら、こいつ焼けばいいの？ずっと焼いてればいい？焼いてればいい？ちょっとエステバンに、ちょ、やめろやめろ。これじゃあちょっとずっとやってるよ。やめろ。やめてくれ。俺は今弱いんだ、とても弱いんだ今。ちょっとしたことで死ぬから。そっちじゃないそっちじゃない。そうずっとその清めよ、清めよ、早く。これ死ぬとまた最初からになるから。違う、そっちじゃねえんだわ。私はデンズ・ドゥベール、地獄にその名を伝えるがいい。閉めたぞ扉を。まだ何かが私を呼んでいるような気がする。だが、地獄の入り口は塞いだぜ。一体何を感じるって言うんだ。わからない、だがきっとこの近くに何かが隠されている。何かが隠されてる、何が隠されてる、全然わかんないぞ。でも隠されてるってことは多分地獄サイドに行かないと見つけらんないっていうか、この祭壇か？すごいことになってんなこれ。ここか、ここになんかあるか。何も隠されてないんじゃないの？お前それ本当に隠されてる？全然わかんないんだけど、俺には何にも感じないんだけど、出られない、出られないし、どうなってる。どこら辺に感じるとかそういうこと言ってくれないかな。俺には何も感じないんだけど。ちょっとこれか。めっちゃ見つけづらいな、このゲームに。この要素いる？いらないでしょ。なんかあった、
布切れのためにこんな苦労をしちゃってるか。このような箱に入っているものが単なる布だと思うか。じゃあなんだ、聖なる布か。私の推測が正しければこれはキリストの遺体を包んだ布、本物の聖外婦だ。そしてここに隠したのは父に違いない。デンズ、箱の中に何か巻物みてえなものが。おかしいだろこれはおかしいだろ。ただの巻物だ。愛する息子よ、これを読んでいるとすればお前は私を追ってここまでたどり着いたということだろう。よくぞ私の期待に応えてくれた。お前はもう立派な男だ。お前は幼い頃からテンプル騎士としての素質にあふれていたことを思い出す。残念なことに状況は極めて厳しい。私はテンプル騎士の呪いから一族を解放することができなかった。できる限りの努力はしたつもりだ。しかし十字軍とサラセン人との絶え間ない戦いが状況を困難にした。だが弁解はすまい。王族のように些細なことで泣き言を言うのは望むところではないからな。私は再び南へ向かう。エルサレムではなくお前の母さんがその目で見たいと願っていたあの土地へ向かうのだ。どこのことかわかるはずだ。この聖なる遺物聖外婦を私がまずその土地まで届けてくれ。それからモンフェラ公には気をつけろ。決してあの悪党に聖遺物を渡してはならん。キリストの平安がお前と共にあらんこと。母上が見たいと願っていた人の頭を持つライオンが座する土地。それってギザのスフィンクスのことか。ならエジプトのカイロか。ベンズ、なんだ。お前は聖遺物を持っている。今なら一族の呪いを解けるんじゃねえのか。そうかもしれない。だが今呪いを解いても意味はない。父がいなければ土地や城を取り戻し家族の名誉を復活させることはできないのだからな。だがエステバ、あんたはこれ以上私に付き合う必要はない。あんたがしてくれたことは命を救った恩返しなんてものをはるかに超えている。この生物を受け取ってくれ。それであんたの魂を救うんだ。何をごちゃごちゃ言ってんだ。カイロに行くんだろ。あの悪魔を殺す楽しみを独占されてたまるかよ。それに俺の幸運の星がついてなかったらどんな問題に巻き込まれるかわかんねえしな。一緒にいたって問題はやってくるがな。この砂漠を越えるのは容易じゃないな。ビビんなよ。俺もそこそこ旅してきたが、こんなもんこのセニョール・ノビエンブレに言わせりゃ普通だよ。ま、普通にヤバいって意味だけどな。あんたは大した男だよ、エステバ。油断できないのは砂漠だけじゃなさそうだな。モンヘラ公か。奴は必ず俺たちか親父さんの前に現れるぜ。グズグズしてはいられないな。奴よりも先に父を見つけ出さなくては。はい、ということでカイロに行くらしいですけど今回めっちゃムービー多かったね。なんかほぼ土曜日にやってるあのロングプレイと変わんない時間っていうね。はい、ということで今回ここら辺で終わりにしておきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃまたな。